おい、千鶴。大丈夫か、千鶴。寝苦しかったのか？うなされてたみたいだけど。話したくなかったら無理に話さなくてもいいけど。そっか、コードーさんの夢を。ごめん。結局親父さんを見つけてやれなくて、俺がこんな体じゃなければ今からでも探しに行けるのに。言うなよ。いいから、そこから先は言わないでくれ。もしあの時落ち水を飲まなかったら、俺はとっくに死んでたんだ。俺は落ち水は嫌いだったけど、飲んだことは後悔してないから。
今度は手を握っててやるよ。怖い夢を見ないように。だから安心して眠れよな。生きてるといいな、行動さん。それでも生きててくれた方がいいだろう。たった一人の親父さんなんだから。よせよ、礼を言われるようなことじゃないし、いろいろあったけど、知ってる人だし、好きな女の身内に生きててほしいって思うのは当たり前で、それにもし俺がいなくなったら、お前そうだよな。悪い。縁起でもないこと言っちまって。お前を一人にするわけにはいかないよな。こそは絶対に大物を釣ってやるからな。楽しみにしてろよ。お前、俺の腕前に全然期待してねえ言い方やめろよ。傷つくだろ。見てろよ、すっげえ大物を釣って惚れ直させてやるから。そんなの必要ねえって。夕飯は焼き魚で決まりだぜ。しずるちゃん、ごめんなさい、急に来てしまって。二人に知らせなきゃならないことがあったから。姫様、
立ち話もなんだし、中に入ってもらおうぜ。ありがとう。お邪魔させてもらうわ。変わった香りね。何のお茶なの？そうなんだ。ありがとう。ねえ、この家って二人で建てたの？言ってくれれば手伝いに来たのに。そう、あなたたちらしいわね。なんか話したいことがあって来たんだろう。そうね。姫様、おっしゃりにくいのでしたら私からお伝えしましょうか。いえ、私が話すわ。まず最初にいい知らせから。先の戦に関わった旧幕府軍の方が恩赦になったそうよ。ええ、これから先新選組の人たちが賊軍として扱われることはなくなるわ。中にはあの戦いで生き残った人もいるそうよね、おきく。はい、私は姫様の命令で各地の情勢を調べていたのですが、新選組を離れられた長倉さん、そして会津に残られた斎藤さんは元気にしておられるそうです。新八さんとはじめくんが？ええ、確かな情報ですわ。そっか、あの二人生きてたんだ。そしてもう一つの知らせっていうのはね、この前風間から一通の手紙が届いたの。そこにはこう書かれていたわ。雪村高堂を見つけたって。風間から届いた手紙よ。ただこの手紙にはあなたにとって辛いことが書かれているわ。覚悟があるなら読んでちょうだい。読みたくなければこのまま持って帰るから。久方ぶりだな、雪村の娘よ。
二度とお前たちに関わらぬつもりだったが、このことだけは伝えねばならぬ。お前が探していた雪村光道のことだが、二度と会うことはできないだろう。なぜなら、光道は俺がこの手で切り殺したからだ。千鶴、大丈夫か？私もあなたに伝えるべきか迷ったんだけど、あなたは知らないままでいるよりも真実を知ることを望むだろうと思って。でももしあなたのそばに東堂さんがいなかったら黙っていたと思うわ。一人で乗り越えるには酷な現実だものね。なるほど、こいつのことをよく分かってるんだな。千鶴ちゃん、私が言えた義理じゃないけど、一つだけ覚えておいて。光道さんは今はの際まであなたのことを心配していたそうよ。雪村の家を守りたいがための歪んだ思いではあったけど、それでも彼のあなたに対する愛情は本物だったと思う。それじゃあそろそろおいとまするわ。何かあったらまた知らせるから。お二人ともくれぐれもお体に気をつけてお過ごしください。ああ、あんたたちもな。中に戻らなくていいのか。体が冷えちまうだろう。そうか。
泣いてもいいよ。俺の前ではさ。あの薬を飲んだことは後悔してないって言ったけどさ、正直に言うと、コードーさんのことを恨んだことはある。あの薬さえなければ三男さんだって狂ったりしなかっただろうし、あんな悲しい死に方をすることだってなかったかもしれない。でも落ち水が死んでたはずの俺にもう一度命を、お前と生きる未来を与えてくれたのも事実なんだ。だから、コードーさんのことを恨んでいいのか、感謝していいのか、俺には未だにわからない。ただ一つ言えることは、今俺は生きていて、お前のそばにいる。お前は一人じゃない。今は俺という家族がいる。こうやって二人で生きてる俺たちだけど、やっぱり二人きりじゃないと思う。新選組のみんなは行っちまったと思ってたけど、新八さんやはじめくんは生き延びてたみたいだし、千姫や君菊さんだって今日みたいに俺たちのことを気にかけてくれてるし、風間のやつだってそうだ。俺たちは二人きりじゃない。お前の親父さん、コードさんをはじめとして多くの人たちの存在があったからこそ、こうやって生き延びて幸せに暮らすことができてるんだ。これから先もずっと俺たちは多くの人と関わっていくんだと思う。だからさ、俺たちちゃんと結婚しないか。今でも夫婦みたいなものだけど、再び世に出ることが許されるなら、俺日の当たる下でお前と家族になりたい。
してる。千鶴、